始まりました。決勝、おっぱいボインボインカップ決勝、大丈夫？大丈夫？近いね。本当にやばかったよ。おっぱいボインボインカップ決勝です。チーム紹介します。レフト前、すぐるさん。ライト前、たいしくん。レフトバック、ともなさん。ライトバック、よしみです。審判、はるちかです。先進、はるちか。りょうま。ケンヨさんと誰？あ、フィナスさんです。頑張ってください。主審はりょうさん。主審がコウキさんです。カメラがこのかです。頑張ってください。この方ままで出します。うわうん、そうやん。コアラってこんなに強かったんや。着るこれ。寒いよ。いいよ。脱いだら寒いよ。いいよ。ごめん、ポケットに。ああ、ごめんなさい、カメラずれてた。本当に寒いよ。ほら、こんな寒いがって。いいよ。イケメン出た。イケメン出た。いや、俺もな。寒いから。さっきも寒くなかったけど、ショーヘイが、なんか、一人寂しそうに行きよったけど。待たせる気満々やん。ちょっと普通にこれ無理でしょ。このままって言うと。てかそれ言ってればよかったの。あ、そうなんかね、これでこれ保険プレゼント。ああ。いや、うまいな。予選あっこにボコされたもん。強い。コアラ。うん、いや。あ、いや、新橋さんは違うよ。あの、それはシンくんたちが初戦で倒した。それはシラスコアだよ。ここは俺名前知らんね。おいおい、いやーかわいそう。なんかギャラリーの数の差がやん。こっちのギャラリー多すぎだろ。トモナさん、えぐ。そうよ、来年おらんけん。頑張らないよ、君たち。二人前。決めるの早すぎ。いや、二人はいいけど、お互い頑張らないよ。頑張りよるよ。チロ、来てって感じやもん。うまいうまいうまい。慣れたら絶対もっと取るくない？来てくださいって言って。え、あれ1年生？休暇の友達やろ？そうそうそう。うわ、すげえ。私の友達も連れてきたい。連れてきてよ。今友達おらんけ、連れてくれた。やべ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 、それやべ。後輩は連れてくれ。一人。一人。そう、来年のね、1年生が入ってきてもらわない。私よりは。え、ね、いや、基準にならん。大体そうや。え、でも、1年の誰より見たくない。いや、私よりも160はあるんや、じゃあ。160あるよ、私。1年で一番高いと思うの。え、そう高いよ。さやかじゃない。もう外だった。ソリ頑張って飛んできたよ。それは大きな頑張り無駄でしたと。じゃあ俺が切る。寒い。プロップの先いいよ。寒いって言うよ。の方が暖かいけん。あと譲りませんよと。あ、ちょっと点数見てくれ。すまん、ありがとう。カット。いや、負けと。マジ？ヘベ。あ、でも今勝ってる？勝ってまーす。4対6で勝ってまーす。あの、あかねさん。うわー！おー！え、トーナさん、やばくね？
マジでごめんなさい。何が？うわーとか言い過ぎよる私。いやいや盛り上がってくれた方が動画見ながら嬉しいやろ。うん、じゃあユウジたちのあさあのダルさんたちの試合めっちゃ言いよるよ。めっちゃ言いよる。聞こえたもん。俺がダルさんのフェイント取った時の。お前たるもん今でも衝撃受けた。なんか聞こえたみたいな感じだったもん。ここやん。うん、ごめんなさい、ないけど、うわーしか言えない。ごめん、ほんとに。おぉセンターから叩き込めるのすごいな。センターから来るとさ、レシーブ位置めっちゃ。高さ高い人のセンター難しくない？ガチヌルボン楽しみやな。いやーそのまたご飯行きたい。食べ越しより来る。そうなん？もちろん家じゃん。あ、オレンジな。家貸してくれるだけで。家だけ。で、ここは材料とね、鍋たん。あー、そういうことね、うん。家貸してくれればいい。あー、ならいいよ。よっしゃ。家貸してくれるだけで。切ったりするのを任せて。任せて、女子。家掃除せないかんやんじゃん。汚ねえもん、家。鍋パか。しくない寒くなった。うん、いいよん。どこのチャラチャラおじょですか。画質やば、めちゃくちゃいい。テンアウやけんな俺。まあ浮気しようってことですよね。同じこと同じものを使い切れないっていうことは。いや私言われて13使うまでは8使えて。ああ、ならいいよ。ならやろ。ならいいよ。10から13。こいつまだ10使ってますか。10使ってますから。まだ先進やろ。先進先進ラインジャッジ。決勝やけんじゃない？意外とギリギリがあるけど。うわぁ、今日の大会マジさ、激安の試合多くない？いや、あのさ、強すぎて、全部ね。牛地政権、それは強い人が強い。ねそういうわけないやけん、長屋さんたちの身内やけんさ、もう全員強いもん。強いの？うわあ、あの人ブロックなんなんかじゃん。惚れるわ。サイシさんかっこいいし、スグルさんかわいいし。かわいいわけなん。いや、さっきねタイムアウト取ってスグルさんが多分アドバイスもらったんや、タイシさん、うん、で戻ってきてタイシさんが、あ、スグルさんが力抜いて決めたよね、スパイクを、うん、そう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 って言ったよ。その時のすぐるさんめっちゃ可愛かった。強そう、結構やばそうやった。もうね、チェンジしたしね、あの一回レフト、あ、そう、ね、選手交代しよった。俺準優勝。この方と俺だけは決勝行ったことある。イエーイ。まあ同好会戦入れたら。同好会戦入れたら。なあ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 、いいえ、なんやなあ、後ろはダメよ。マオチン、いや、ねえねえって言ったけど、向いたら急にマオチンとか言い出したんや。いらんもないわ、キモすぎだろ普通。いやー、あ、そうなん？普通に、普通にストレッチしようもんじゃない？疲労が溜まる。
いや早すぎだろ。釣りそうになるかな。なったことないの。うわ来週チラカップか。えマジくじ運よ。そうよ。マジでユージローがいい。いやカイト来たら暑いな。じゃあそこに。それからそれかバックそうバックに真央来ても暑いし。ほのか組んだことないっけ。なん何で組んだっけ。あそうやそうやクラブで行くんだ。けどクラブなんか開けなかったくない。いいなクラブ。誰やったっけクラブ。あそうこのかはヒデさん俺ルシミ。シーマンの。あタルさん。あ、それハルチカやん。ハルチカやん。コウジロウさん。楽しかったけん、ちゃんって感じ。いやでも、賞味、この大会、ちゃんと楽しかったかも。なんなん今そうや、定数言ってなかった。ごめんなさい。16対9で勝ってます。出た自信失ったケイト。うわあ強い。まあまあ俺のちょっとこれ解雇考えかな。スパイク今のスパイク。なんか触れてよ。気になかった。うわあ強いよ。出し方がレベチ狭いもんね。ずっとあるな。うん、おる。なんだあげれる。11対19で勝ってます。あと2点一応15分やけどまだ13分やけん大丈夫。あ、でも制限って制限らしいです。あ、らしいよ無制限らしい。なんか無制限やけん。うわー、乗った。寒くない？いやまあ普通かな。ちょっと肌寒いかな。怖いそれは。タイプに繋げられる。繋がるよね。あ、じゃあワンマンです。行け。うわあ。いやーここのチームバックマジ強いな。小柄なのにめっちゃ上げるやん。この髪見習えよお前。あの人めっちゃ小柄なのにこの髪。上げる。まあ都市的なものあるけど、いやまあそうベテランやけしゃあないけど、経験が違うけどね。このかも取れるってことや。終わりました。12ぐらい。21対12かな。21対12で勝ちました。優勝です。おめでとうございます。